みほとけチャンネル。どうもみほとけです。ナム。今日は長谷寺からお届けしております。今日はですね、観音ミュージアムという場所に来ました。そしてスペシャルゲストの観音ミュージアム学芸員宗藤さんです。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。この金の観音様が立っていらっしゃる、ここは一体どういった場所なんですか？はい、ここはね、もともと長谷寺の宝物館という施設だったんですけれども、それを2015年にリニューアルしまして、長谷寺の宝物だけでなくて、まあ、ここは観音様のお寺ですので、観音様にまつわるあらゆることを、皆さんに見て知っていただく、そういう施設としてね、新しくオープンしたのがこちらの観音ミュージアムなんですね。ですから長谷寺の宝物をメインとしながらも、もっと広く観音様っていう存在について知っていただくための、まあ、博物館ということですね。いや、私はもう長谷寺さん来たら絶対外せない場所なんですよ、観音ミュージアム。ありがとうございます。なんで今日はもうたっぷり中の撮影をさせていただいて、はい、ちょっといろいろと教えていただきたいです。ぜひお楽しみいただければと思います。ちなみに YouTube のこのカメラが入るのは、はい、これは初めてじゃないかな。 YouTube は初めてですね。そう、うん、じゃあ初 YouTube のカメラが潜入ということで、はい、はい、早速この後中に、はい、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。最高。入っていきなり、はい、このモニターと仏様、はい、ババーンみたいな大きい仏様が2体お出迎えをしてくださいます。ありがとうございます。大好きです。こちら特に、はい、前年始 の、特番で一瞬取り上げさせていただいて。そうでしたね。はい、静止菩薩さんめっちゃ好きなんです、はい。こちらの右の方は弥勒菩薩のお像なんですけれども、はいはい、こちらは江戸時代の前期に本尊を修理した時に、まあ、そのタイミングで一緒に新しく作ったお像なんですね。ですからこれは最初から長谷寺にあったことがはっきりしているお像で、こちらの左の方はね、もともとどこにいたのかちょっとわかんなくて、いろんな説があるんですけれども、まあ、おそらく近くにあった清願寺っていうお寺、廃寺になってしまったんですけれども、そこから引き取ってきたものではないかと考えられています。おー、なるほど。このあち、お花のラインがすごい好きです。はい、この、ここの鼻根が高くて。そうそう、そうなんです。この鼻梁が高くて、はい、なんというのかな、ちょっとうつむき加減で、このお像自体は14世紀頃のものだと思われているんですけれども、まあ、同時代というか、やや先立つ時代の鎌倉の大仏だとかにもちょっと通じる要素があって、非常に鎌倉らしい様像ですね。鎌倉顔。そうそう。あとこの髪の毛の彫りが細かいところとかね。うんうん、めっちゃ好き。本当でも鎌倉の仏像って細かいですよね。そうなんです。あのいい櫛で研いてるなっていう感じがする。毛筋彫りという彫り方ですね。髪の毛の一本一本の線が分かるように彫ってあるということですね。ありがとうございます。早速こんな素晴らしい仏様に、はい、もうゼロ距離で会えるっていう。そうなんです。もともとここ収蔵庫だったんですよね。でも収蔵庫で壁があったんですけれども、はい、せっかくなので皆様にご結縁をなさってほしいという思いから、この壁を外しまして、こういうガラス張りにして見える顔をしたのが、こちら一応見える収蔵庫っていう風に読んでおります。なるほど、はい、だから我々は普通にガラスケースだと思いますけど、そうそうそう、中の方からしたら、はい、あれ収蔵庫に窓ついたねみたいな。そういうことなんです。仏像の気持ちになってみても、はい、人間が見えるようになったってことですね。なるほど、仏像の気持ちになってくださるんですね。あ、そうですね。ありがとうございます。それいります。じゃあ続いての演出お願いします。はい、はい、どうぞこちらへお入りください。はい、ありがとうございます。わあ、こっちもすごいですね。やっぱ紋章が、そう、はい、入るとね、最初に目に飛び込んでくる位置に置かせていただいてます。はい、こちらはですね、はい、長谷寺の歴史を知っていただくため の資料や作品を主に展示していまして、まずあちらに座っていらっしゃるのが
長谷寺を開いたとされる徳道上人というお坊さんなんですね、はい、鎌倉の長谷寺と奈良の長谷寺は、まあ、兄弟の関係にあるとされているので鎌倉の長谷寺もこちらの徳道さんが開いたというふうに、まあ、言い伝えられて伝わってきたお像ですね。だからまあ創業者の社長の像とかがよく会社とか行くと飾ってあるけど、そういう感じで開山上人の像っていう形でお祭りしてきたものですね、はい、ありがとうございます。おかげさまで今私楽しませていただいております。結構厳しい顔されてる。そうなんです。社長じゃないか、会社の社長。あ、そうです、創業者です。創業者。そしてババンと真ん中にいらっしゃるこちらの紋章、はいはい、でこちらが奈良時代から奈良の長谷寺は多分あったんですけれども、この鎌倉の長谷寺が当時から確実にあったという証拠が残念ながら残ってないんですね。で、鎌倉の長谷寺がいつからあったかっていうことが確実に分かる、一番古い資料がこちらということで、おだから本当もっと古くからある可能性は十分あるけども、はい、歴史的に文字で記録されているのがこれが古い。あ、そういうことです、はい、なるほど。すごい。1行目に何て書いてあるかご覧になれますか。新長谷寺。あ、そうですね、この新長谷寺っていうのが、はい、奈良の長谷寺に対する新しい長谷寺っていう意味だろうと考えられてるんですね。だから新エヴァンゲリオン。そうです。あ、そういうことか。そうなんです。そうです。それで文永元年と書いてあります。1264年のことなんですけれども、まあ、ですから鎌倉時代中頃には少なくともこのお寺があっただろうということですね。大正時代に関東大震災というのがありましたけど、その関東大震災の時にこの釣り鐘を釣ってあったお堂、鐘つき堂が倒れてしまって、それからしばらく野ざらしの状態になっていたようなんですね。その前まではこの一番上についてるホツホツ、はい、これチって言うんですけど、そう、あの牛乳の乳と書いてチと言います、このホツホツが全部綺麗に残っていたらしいんですね、それが地震の後放置されていたタイミングで何者かが持って行っちゃったので、今こういう隙間だらけの状態になっている。血が当たんないんだ。そうなんです。結構歯抜けになっちゃってますよ、はい、そうなんです。血泥棒がいたんですね。そうらしいですね。古いお坊さんたちの噂によると、もう博打打ちの人ですね、どうもね。その持ってると勝負運が上がるみたいなお話が広まって持って行っちゃったんじゃないのかなっていう。なるほどね。確証はないんですが、まあ、なるほど、一つのエピソードとしてそういう話が伝わってます。これが縁起物だったんですね。そういうことですね。これ一つ取ったら大当たりが出たよって人が、はい、そう噂を読むのかもですね。そうかもしれないですね。確かにご利益はありそうですからね。そうなんです。まあ、観音様のところにあるね、釣り鐘ということでね、はい、観音様っていろんな人に対して優しいので、はい、あのそういったね、なんか勝負事とかでも守ってくれるよっていう、そういうイメージがあったんじゃないかなと思いますね。面白いエピソードですね、はい、いやちょっと悲しいですけども、しょうがないか、そんな状況だったら。だからこの観音ミュージアムにいらっしゃったら、はい、もうぜひこの梵鐘を見ていただいて、長谷寺の一番古い時代を刻む明確な歴史がこちらですよというのは見逃さないでほしいですね、はいはい、続いてのお部屋に参ります。うわー、大きい声出ちゃう。どうぞご覧になってください。こちらが観音菩薩のお前立ちと呼ばれるお像と、あと観音菩薩が変化した姿を表した33大元神と呼ばれる群像ですね。最高です。一回本当に南無。いやー、すごい空間ですね、はい、この演出がちょっと憎いです。仏様に私たちが見られてるみたいな、はい、そんな感じです。あのガラスの反射とか映り込みね、これも、はい、まあ、計算して作ってあって、無限に仏様がいるように。33っていう数自体があくまでこれは観念的なもので、まあ、本来はこの無限に変化をするよっていうことをね、象徴する数だと言われているので、それにちなんでガラスの反射によって右にも左にも全方向から無限に仏様が見てくれてるよっていうのが分かるように設計されてます。うわー、これ本当にちょっとね、異世界に来ちゃった感じがするっていうか、私は長谷寺さんの好きな
場所、うんうん、1位かもです。あ、本当ありがとうございます。ご本尊様の前は不動の1位で、そこは覗き、はい、すごい。そしてこちらの、うん、そう、11面観音、こちらはお前たちと呼ばれている、もともと本尊の前に立ってたので、はい、お前たちと言われています、はい、でこの長谷寺というお寺に限らず、お前たちで各地のいろんなお寺にいらっしゃるんですけど、はい、それはご本尊を秘仏としてお寿司に入れてたりとかで見せてない場合ですね、はい、お参りに来た人にご本尊に代わってご縁を結んでくださる仏様ということで前立ちが置かれるケースが多いんですが、ここにいらっしゃるお前立ちから分かることは大きく2つあって、お前立ちが作られているということは、おそらくご本尊は昔は今のように全開してなくて、限られた日にだけ開けてたんじゃないかということですね。なるほど、はい、それからあともう一つは、お前たちにしてはこれすごく大きいんですね。ご本尊が人間と同じぐらいのサイズ、まあ五尺ぐらいの像だった場合に、その大体5分の1ぐらいで作るっていう、まあ一つの不分率というか法則のようなものがどうもあったみたいで、それを考えると、こちらの方は龍像で造高が6尺あるんですね。180センチメートルぐらいある。でこれは今のご本尊の大きさが9メートルなので、まあ、その5分の1っていう形で、本尊の5分の1っていう比率を踏襲して作られている、うん、つまりこれだけの大きな前立ちがあるということは、少なくともこの人が作られた時点では大きな本尊があったはずだっていうことですね。なるほど。で室町時代後期の銘文がね、こちらのお像の中から見つかっていますので、はい、まあ、その頃にはこの本尊と前立ちの関係が成立していた、まあ、言い換えれば大きなご本尊が、まあ、確実にその頃はいらっしゃっただろうと、ね、なるほど。ご本尊様の年代がいまいちはっきり分かっていらっしゃらないんですけども、はい、この方の銘文があり、はい、この姿があるということで、はい、逆算してご本尊様の年代を、はい、もうまさにその通りです。はあ、面白い推理ゲームみたいな。そうなんです。美人さんで、目鼻立ちがはっきりしてらっしゃって、唇がこうね、ちょっとお肉が何て言うんですか、リアリティがある、うん、そうそうそう、はい、少しねふっくらしてね、はい、上の頭上面も全てお顔とか髪の毛まで、うん、はい、そうです、一体一体作り込みがすごく丁寧ですね。長谷寺の観音様って尺状と水病を持ってらっしゃるのが特別ですよね、はい、水病はね、お経にも書かれていて多くの観音様が持っていらっしゃるんですけど、尺状というのがこれ経典上に記載がないんですね、はい、なのでこれを持っていらっしゃるのが長谷寺式の特徴と考えられています。長谷寺式っていう、なんで持ってるんですか。いろんな説がありますけれども、まあ、古くから言われてきたところでは、観音様というのは現世だけでなくて来世も救ってくれる、で来世を主に専門としている 業者さんじゃなくて専門まで行くと業者さんじゃなくて仏様、来世を専門としている仏様が、はいはい、地蔵菩薩っていう方がいらっしゃいますね、はい、地蔵菩薩様が持ってらっしゃる地物が尺状なので、はい、観音菩薩と地蔵菩薩のご利益を合体させた姿なんではないかって言われてます、ですから汗の観音様にお参りすると、現世のことだけでなく来世のことまで見てくださるよ、お地蔵様にお参りするのと同じご利益があるよってことですね。なるほど。でもだからポイントですよね、長谷寺さんお参りするって時はやっぱ観音様素晴らしいなって思ったら、持ち物にもぜひ注目してもらいたいって、はい、そうなんです。ありがとうございます。ぜひご覧ください。そしてこちらの33王元神像、まずはそのお経に書かれていることでいうと、はい、法華経の不問文というところに観音菩薩の33の王元神のことが書かれていまして、観音様がありとあらゆる姿に変身して私たちを救ってくれる、でそれはもうあらゆる世界に出没をするので、こういう普通の人間のような姿をしているものもあれば、
あちらにいらっしゃるようにアシュラだったり、はい、カルラだったり、そういう人間でないものの姿に変身をすることもあって、でそれぞれの世界にいる主情を漏れなく救ってくれるということだそうですね。まあ、鑑賞のポイントというかお参りのポイントとしてはね、やっぱりお気に入りのもの、グッとくるものを見つけていただいて、はい、その方が助けにしてくださるかもしれないですけどね。そういうことです。まあそれをじっくり拝見するというのが良いかなと思いますけれども、はい、いやね、まず全国的に33オーゲージ揃っていらっしゃるってことがまずレアケースで、はい、これだけの大きさのものっていうのもすごい珍しいと思うんですよ。そうですね。で、あとそしてこの、まあ、作風が一つ一つがものすごく立派で、はい、これ一尊でどこかのご本尊だったとしても遜色ないなって思うぐらい、はい、すごく作り込みが丁寧で配管しがいがあると言います、そうですね、はい、本当おっしゃられたように彫刻としてもすごく優れた作行きのものが多くて、例えばこの一番右端、はい、右上に立ってらっしゃる主根合神と言われている龍像なんですけれども、はい、まあ主根合神というとね、普通金剛杵を持っているんですが、この方は持ってないんですけれども、この像にしても筋肉のつき方だとか、あとそれから立ち姿の姿勢ですね。片足に重心をかけて、もう片方の足を、まあ、休めの姿勢にしていて、すごく自然な立ち姿、コントラポストと言われますけれどもね。コントラポスト？そう。ギリシャ彫刻の用語ですもん。へぇー。コントラポストしてるんですね。うん、そう。よく、やります。写真撮られるときに、うん。そうそうそう。ピースとかするときにこういうことをします。へぇー。素晴らしいですね。ただ手をこうやってしてるだけじゃなくて、そうそうそう、この腕の筋肉がモリモリってしてる。その通りです。手をギュッとやることによって、それに連動してこの上腕二頭筋だとか僧帽筋だとか、うん、いろんなところが盛り上がってくる様子なんかが、すごく再現性高く表現されていて、はい、鎌倉彫刻の写実的な伝統をよく継承したお像っていうことになると思いますね。お素晴らしい。そしてその後ろのカルラさん、カルラがね、こちらはいらっしゃって、カルラ像の内部が見えるっていうのがね、またちょっと面白いポイントなんですけれども、本当だ、体内が見える、はい、取れちゃったパーツっていうのが残ってはいるんですけれども、正確に再現復元できるほど残ってないので、どういう手のつき方をしてたかっていうことが明確にはわからないところがある。それでこのような状態であえて内部構造をお見せするような形で展示をさせていただいてます。珍しいですよ、仏像の内部構造が拝観できること、はい、まあないですから。この腰のひねりのポーズも、そうなんです、おそらく笛を吹いていたはずです、横笛を。あ、だからそれでこういう体勢になってるわけですね。だからきっとこうですよ。そうです、こうか。うん、はあ、なるほど、頭筋ですね。いや、面白いです。そしてちょっと反対サイドもいいですか。はい、こちらは実はこちらの3人で1チームというか1ユニットなんですね。ワンユニット、そうなんです、3チーム。なるほど、はい、パフュームってことです。そうです、そうです、そうなんです。あーちゃんのっちかしゅうか、そうそう、正門神、ちょっと黒っぽい人、隣の白っぽいちょっとおじいさん風の人が白紙仏神と言われていて、でその手前の如来行の方を仏神というふうに言って、悟りを開く三段階を表していると言われているんですね。正門というのは仏様の教えを聞くことで悟りの心を起こす、その第一段階、まだその悟りの段階の第一段階に入って初歩の人だよっていうことを示すために、ちょっと若々しい顔つきで作られて、まだそうで、隣の白紙仏神というのは、白紙仏っていうのはね、もともとその自力で悟った仏っていうことなんですね。それで大衆を救うというより、一人の悟りの世界に生きてる仏様っていうことなんですけれども、正門から一段階進んで仏の悟りの境地に一歩進んだ段階っていうことを示すために、こういう老僧、年を取ったお坊さんの姿で表されていると言われて、一番手前が仏神ということで完全に悟りを開いた如来の姿、はい、お坊さんの服装から仏様の服装に変わってますね、はい、自分自身の悟りの状況からさらに外にこう、そうです、そうです、おっしゃる通りです。そういうポジションにもう来たよっていうことを、まあ、この姿で示しているお像ですね。へー、
そうだったんですね。私この中でもさらにチームがあるの知らなかったので、そうですね、そういうふうに知れると、うん、やっぱりただただうわ多いなっていうだけじゃなくて、そうなんです、楽しめますね。いくつかね、そう、はい、対になってたりグループになってたりするものがあって、この人、手前の男の人は再関心といって、はい、再関心、その役人の奥さんっていうのがこっちにいて、そう、そうなんです。上の段の左から2番目の人がそうだと言われてるんですが、美人さんですね、そう、再関武女神、役人の妻の姿っていうことですね。すごい、本当にいろんな姿が面白くて、まあ、ぜひここは迷い込んでいただきたいですね。はい、そうですね。迷い込むって言うとあれですけど、ここでね、しばらく仏様に囲まれて、はい、なんかこの仏様から見られてる感をちょっと楽しんでいただければいいかなと思いますね。はい、ありがとうございます。まあ、1階の展示室でした。2階にじゃあ参ります。はい、ということで2階にやってまいりまして、こちらはですね、まずはその季節ごとにいろいろな、まあ、特別展という名前で、所蔵品を代わり番号に出しておりますので、そういう季節の展示をご覧いただくフロアと、あともう一つは、この長谷寺にありますもう一つの重要文化財である掛け仏という作品をご覧いただくための、はい、スペースがございます。はい、すごいですね。はい、これびっくりしますよ。2階に入ってね、この、 展示ケースにおーってなるんですけど、プラスこちら今ちょっと私たちが見ている方向にね、これ巨大なスクリーンで、なんか何ですか、プロジェクションマッピングみたいな。これはね、観音様の歴史について、はい、説明をしているショートムービーを今は流してますけれども、はい、すごい、もともとこれ自体はその光背ですね、観音様の後ろにあった巨大な光背の残結、はい、今の光背は1990年代に作り直したアルミ製の光背なんですけれども、その前にあった木造の光背をこのように展示をしています。これもじゃあ展示物としては立派な歴史のある。そうなんです。もう何ならご本尊様が長く背負われていた光であると、はいはい、まさにその通りです。見逃せない、はい、あとご本尊の実物大の顔がこの後ドーンって出てくるので、最高。はい、そうするとね、この下にちょうど先ほど拝んでいただいたお前たちがいらっしゃるんですね。ですので、そのお前たちと本尊の位置関係、関係性っていうのをここで再現をしているということですね。もうちょっと今よだれが下に垂れそうなので我慢してるんですけども下に垂れるとやばいですね。やばいですよね。そうなんです。こちらすごい覗いてみて、ね、頭上、頂上、頭のてっぺんから十一面観音様を、うわーうわーとか言っちゃった。ありがとうございます。頂上から仏様を生で、はい、拝観できることないので。なかなかないですよね。いや珍しいですね。先生、この頭上の一番トップの如来面は、はい、中心よりちょっと前に出てるんだなっていうのが、そうですね、よくお気づきになりましたね。なんですかなり前傾してますよね。前傾してらっしゃるんだなって。いやー面白いですね。観音ミュージアムだからこそですよね。そす、普通のお堂とか本堂では、そうですね、お堂ではまず無理ですね。まず無理ですし、この格好では。次回のチケットの展示ケースは動画公開が10月ぐらいになっちゃうかもしれないので、そうなんですね、終わってますね。はい、今9月24日までなんです。はい、じゃあどうだろうか、編集が間に合えば9番、ちょっと一旦この辺は一旦ちょっと待っていただいて、獣王様だね。はい、続いてはこちらにいっぱいマンホールのようなマンホールのようってよく言われる。よく言われます。こんな立体的なマンホールがあってたまるか、踏んづけてたまるかですよね。そう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 。掛仏っていうのはどういったものなんですか。掛仏はですね、もともとはその名前の通り、お堂の中などに吊るして掛けておくものだったたんですね。どういう機能があったのかというと、本来は掛け仏は未正体という言い方をいたします。未正体、はい、つまり正体ということですね、はい、何の正体かというと、神社などにお祭りされている
神々、日本の神様、古くからの八百万の神の正体というのが実は仏教に説く仏や菩薩であるんだっていう考え方があって、これを本自衰弱と言いますけれども、その本自衰弱の思想に基づいて神様の正体である仏様をご神体でもある鏡に取り付けたもの、つまり神と仏は一体ですよっていうことを示すためのもので、具体的には本尊をお祭りしてある内陣の空間ですね、それと参拝者がお参りする下陣の空間との境目のようなところにこういった鴨居だとかね、そういう仕切りのようなものから吊るしてかけてあったんじゃないかと言われてますね。最初はこの鏡の板の表面に線で彫ってあったりするものが多かったんですが、徐々にこのように立体的になってきまして、まあ、鎌倉時代頃になると、仏像を別に作って鏡の表面に取り付けるっていうことが一般的になってきますね。いや、その立体のね、仏様が、うん、うまっていう。うまいですよね。こんなにこう、そうなんです。ぜひね、一体一体見ていただきたいんですよ。ちょっと端っこの方に、はい、いいですか、じゃあ一緒に。はい、この11面観音様ですね。すごく作りがね、いいんですよね。はい、宗藤さん、うん、いいんですよね。気持ちがめっちゃ入ってました。ありがとうございます。あとよく残ってますね、あの、はい、地物、杖と水鳥ですね、はい、それから天蓋だったり光背だったりとか、光背もこれも別の銅板を透かし彫りにしてね、わざわざ取り付けてあったりとか、あと手前に置いてある2つの水鳥なんかもこれも別に鋳造したものをつけてますね。だからすごくあの手数が多い、工数が多いんですね。なるほど、すごいですね。だからいろんなアイテムをそれぞれ作って、うん、確かにこちらも長谷寺式のね。そうなんです、はい、でまたこちらも全然お顔つきとかが違っていて、少しほっそりして撫で型な感じ、うん、はい、上品で穏やかな感じですね。顔の表情なんかもまぶたのところがちょっとうねうねっとした線が入ってたりだとか。本当だ。そうで、私あの唇が笑ってらっしゃるのが、そうそう、顔つきが優しいですね。優しいです。でこの水を持つ手がこう、そうなんです、こうなってるのもねこれも鎌倉の長谷寺の本尊の特色だと言われてるんですね。セムイン印を結んでその手で水鳥を持ってるっていうことですね。だからそうそう、この結局狐指になる、そうそう、そういうことですねそうなんですね。あ、やっぱ聞くと分かりますね。嬉しい、ありがとうございます。全部十一面観音様でいらっしゃる。そうです、うん、長谷寺さんだから。全て長谷寺式の十一面観音なんですが、はい、同じ方から抜いたわけではなくて一体一体全部違うってことですね。なるほど。いやー、この方はあのこれがいいですね。そうなんです、ひらひらひらこっちはまたねちょっとゆるい感じ。ゆるいですね。そう、あと海の波が描いてあって、あ、めっちゃいいこれ。そう、それで竜みたいのがいるんですよね。ここに宝珠を捧げている人がいて、じゃあもう本当に近くまで寄ってじっくり拝観するっていうのはめちゃめちゃいいですね。そうですね。もう長谷寺さん、ここまで見てください。最後の宣告のこの捧げるこのどなたかまでここまで見てください。これだけの大きさのものを吊るせるスペースのあるお堂ということは、そこにお祭りする本尊も大きかっただろうということなんですね。ですからさっきお話ししたお前たちの話とか大原神の話とも通じてくるんですけど、やっぱりこのサイズ感の問題っていうのが、その本尊がいつからあったかっていうことを考える上でかなり大きなポイントになるんじゃないかなと言われていて、仏を吊るせるだけの堂内空間が成立していたっていうことは、そこで祀られる本尊もまあ規格外に大きかったんだろうっていうことで、この掛け仏が収められた鎌倉末期の段階ではやはりもうあの大きな本尊がいらっしゃったんではないのかなっていうふうに推測される、まあ有力な根拠の一つになるんですね。ミステリーハンターですでもこれは私が別に自分で調べたわけじゃなくてもうあのそういうふうに言われてるっていう話ですね。いや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 、すごいですよだから私今日ここの観音ミュージアムで分かったのは、
長谷寺様はやっぱ一個一個のスケールが大きいんですよ。大きいですね。はい。お前らちとかいうものだけでも等身大の身長あったりとか、掛け仏さんもこんだけ大きなものだったりとかで、スケールが大きい。長谷寺のスケールの大きさを逆算で教えてくださるっていう。ということで、たっぷり観音ミュージアムをご紹介いただきありがとうございます。ありがとうございました。めっちゃ楽しかったです。よかったです。はい。やっぱいつ来ても楽しいんですけど、うん、この今日の動画の解説を聞いていただけたら倍楽しめると思いますか。そうですね、やっぱりこの歴史が一つ一つのものにありますので、はい、ただ眺めるだけでももちろん十分楽しんでいただけると思うんですけれども、一個一個のものに隠されたその背景であったりとか伝来の経緯を知ることで鑑賞のポイントが広がってくる。それはやはりこの見るという体験を通して想像力を広げていくことになってくると思うので、そういう体験、ちょっと脳の領域が開かれるような体験をぜひこの観音ミュージアムで開かれる、そうしていただければ嬉しいなと思います。わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます。では鑑賞した後は観音ミュージアムのお土産コーナーで観音ちゃんのご朱印をいただいて、はい、帰るということで、はい、ぜひ納めください。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は本当にありがとうございました、はい、ありがとうございました。梅沢さんでした。ナム。ナム。